かさん、こんばんは。お願いがあって連絡しました。今大丈夫ですか？こんばんは。大丈夫だけど、どうしたの？結婚記に縁を切ってください。お願いします。え？ずっと考えていたことなんです。どうかよろしくお願いします。ちょっと待って、ちゃんと説明して。こんなお願いを急にされてもびっくりするじゃない。縁を切ってくださいって絶縁ってことよね？それって今後は二度と私の顔を見たくないってことでいいのよね？そうですね。ぜひそうしていただければ助かります。どういうことか説明してくれる？なぜ絶縁を希望しているのか全く理解できないわ。ああ、説明されないとわからないんですか？さすが中卒のバカですね。え？アスカさんが弟のタクト君を育ててくれたことは知っています。早くにご両親を事故で亡くして、その度にアスカさんが中卒で働いて親代わりとなったこと。そのおかげで彼は大学に進学し、念願の弁護士に。どこに出しても恥ずかしくない彼になることができました。うん、そうね。弟のタクトは立派になってくれたわ。でもそれと私の絶縁に何か関係あるの？感謝される覚えはあっても絶縁なんてひどいじゃない。はあ、それ本気で言っています？え？私が認めているのは立派な肩書きのある彼だけです。彼のことはどんな生まれだろうと育ちだろうと大好きです。だって立派な弁護士になってくれて、友達のどの旦那や彼氏よりも素敵な人ですから。はあ。でも中卒のあなたは違います。どんな美談があっても所詮は中卒。私そんな低レベルな人と義理とはいえ家族になりたくありません。私が中卒なのは気に入らないのね。じゃあ私が高卒認定でも取ってくれば認めてくれるのかしら？はっ、たかが高卒認定くらいで認めるわけないでしょ。ゴミが石ころに変わっただけですよ。じゃあ高卒認定を取って大学進学は？大卒の肩書きがあればいいの？そしたら私をタクトの姉だと認めてくれる？必死すぎてキモいんですけど。そりゃ必死にもなるわよ。大事な弟が結婚するのよ。なのにその弟の婚約者にこんなひどいことを言われて。でも中卒なのは事実だし、それが理由なら私が頑張るしかないじゃない。大事な弟の姉として恥ずかしくない人になりたいじゃない？なんか熱く語ってくれちゃっていますけど、すでに恥ずかしい人は何をやったって意味ないんですよ。あなた自分がどれだけ底辺なのか気づいていないんですか？どれだけって、ちゃんと仕事して働いて、なんなら弟を育てきって、自分で言うのもなんだけど底辺と言われる人じゃないと思うわ。はぁ？今のって冗談ですよね。ちぎりババア臭い仕事しかできないのに底辺じゃないなんて、どれだけ自分の状況が分かっていないんですか？え？タクト君から聞いていますよ。アスコさんって今介護士をしているんですよね？ええ、いろいろ仕事は転々としたけど、5年前から介護士として働いているわ。ちゃんと資格だって今は持っているんだから。資格って、たかがジジイババアの相手をするのに資格っていります？当然じゃない。介護を舐めてかかると痛い目見るんだからね。自分にとっても相手にとっても資格の勉強は役に立ったわ。ああ、そっか、アスカさんは中卒ですもんね。何も知らないバカだから、くだらない勉強でもためになりますよね。なんですって？ちょっとミオちゃん、あなたさっきからひどすぎるんじゃない？いくら私が中卒だからってこんなことを言われる筋合いはないわよ。なら絶縁に同意してください。私と縁を切ってくれたら二度と私にバカにされなくて済みますよ。そんな、まあでも実際問題絶縁って厳しいですよね。きっとタクト君は反対するでしょうし。そうよ、タクトは姉と縁を切るようなことなんてしないはずだわ。だから私なりに譲歩してあげることにします。完全な絶縁を見逃してあげますから、できるだけ私の前に顔を出さないでください。え？それくらいなら簡単ですよね。今まで通りタクト君とはやり取りができるんです。ただ私とだけ疎遠にしていればいいだけなんですから。確かにそれはできそうね。私もこんなひどいことを言われ続けるんじゃ、ミオちゃんに会いたいとも思えないし。じゃあお互いに納得したということでいいですね。では今度の結婚式もアスカさんは欠席でお願いしますね。なんですって？おれれ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 、今
は疎遠にすることに同意しましたよね。私の前にできるだけ顔を出さないことに納得もしていましたよね。なら結婚式を欠席するのは当然のことだと思いませんか？でも結婚式は大事なイベントじゃない。大事な弟の結婚式に出れないなんて、そんな。バカな中卒は誘導しやすくて助かりましたよ。バカって本当に何も考えていませんね。こんなのってひどいわ。でも約束は約束です。だから結婚式は欠席してくださいね。では私はこれで失礼します。おはようございます。アスカさん、今日はちゃんと欠席してくれるようですね。うん、あそこまで言われたら怖くていけないもの。無理に言ってもまたあなたにひどいことは言われるんだろうし、弟には体調不良だってごまかしておいたわ。賢明な判断ありがとうございます。アスカさんが意外と話がわかる人で助かりましたよ。ならよかったわ。新郎の姉はいないけど、無事に結婚式を楽しんでね。言われなくてもそうしますけど、私の友達と優秀なタクト君のお友達が集まって、今日の結婚式は成功しかないんです。なのにそんなところに底辺が来たら空気が最悪ですよね。ちょっと、せっかく欠席してあげたんだから、もうひどいこと言わないでよ。言われた方は傷つくのよ。事実を言って何が悪いんですか？チリババア臭い介護士が結婚式に来たら台無しだっつうの。大事な弟の結婚式に来れなくても底辺の人は仕事ないですよね。だから中継で見ておくわ。え？むしろこうやってスマホで見てれば家でのんびりと見れるし、こっちの方が快適だわ。ひどいことを言われることもないし、弟の新郎姿に号泣しても周りの目が気にならないし。ちょっと中継って何のことですか？何って、私のスマホに映像を送ってもらってるだけなんだけど。勝手なことをしないでください。私そんなことをスタッフに頼んでいませんけど。スタッフじゃなくて参列者にお願いしているの。その方も快く引き受けてくださったし、誰にも迷惑をかけない方法だと思うんだけど。参列者ですって？一体誰にそんなことをお願いしてるのよ。あなたのおばあさんよ。 iPad を持ってると思うんだけど気がつかない？私のおばあちゃんですって？そんな、もう90歳のおばあちゃんが iPad なんて。あー、持ってる。亡くなったおじいちゃんの居合かと思ったらずっと iPad を抱きしめてるわ。ああ、今美羽ちゃんの驚いた顔が見えたわ。神父さんがそんな怖い顔をしていたらいけないわよ。なんでもな、私のおばあちゃんに持たせてるのよ。っていうか、なんで私のおばあちゃんに頼めたのよ。タクト君にもまだ紹介したことなかったのに。実は私がいつも仕事でお世話になっている方なの。え、仕事で？美羽ちゃんのおばあさん、お家で一人暮らししてるでしょ。今私が介護担当として週2回お家にお邪魔しているのよ。そうなの？お年の割にしっかりされてるし、スマホも iPad 操作も問題のない方なんだけど、やっぱり90歳となると一人暮らしも辛いみたいね。でも介護と要介護者って関係より、ちょっとしたお茶飲み友達みたいな距離感かしら。いつもお互いに雑談やらを話したりしてるのよ。それでたまたま私の弟がお孫さんの婚約者だってことが分かったの。で、私のおばあちゃんに無理やり頼み込んだってわけ？私利私欲のために最低ね。違うわよ。本来は業務以外で関わっちゃいけないんだろうけど、おばあさんが迷惑じゃないから遠慮するなって言ってくれたの。むしろおばあさんの方から私が取ってきてやるって言ってくれたし。だからこういう形で見させてもらうわね。お望み通り式には出ていないし、あなたの前に顔も出していない。これなら美羽ちゃんも文句なんてないわよね。あるに決まってるでしょ。この底辺が私の結婚式で余計なことをしてるんじゃないわよ。こんなの今すぐやめさせてやる。あんたに新鮮な結婚式を見られてると思うだけで不快だわ。そんな、ただスマホ越しに見てるだけなのに。なんで分かってくれないんですかね。縁も切りたいほど嫌いな人に結婚式を見られてるんですよ。こんなの不快以外の何者でもないですよ。汚い介護士なんかに私たちの神聖な結婚式を見せるわけないでしょ。あんたは一人寂しく家で泣いてるのがお似合いなのよ。
ならば結婚式は中止ね。え、私に中継すら許してくれないんだもの。ならもうこの結婚式は中止にするしかないよね。急に何を言ってるんですか。私たちの結婚式は中止なんてなるわけないじゃないですか。もう友達も親族もみんな集まっているんですよ。でもお金を払う人が中止って言えば中止にするしかないわよね。だってミオちゃんたちじゃその式場代は出せないんだもの。へー、ミオちゃんのおばあさんが言っていたの。本当は欠席させるだけでもありえないけど、私が納得してるなら中止にするのだけこらえてあげるって。でももし中継もさせてくれないようなら結婚式自体を止めてきてやるわってね。何言ってるんですか。おばあちゃんにそんな権限はないはずですよ。だってこの挙式費用を払うのは私のお父さんとお母さんなんですもん。みたいね。弟のタクトから聞いているわ。その豪華な挙式費用はミオちゃんのご両親が全部負担してくれるんだとか。そうですよ。うちは代々資産家ですからね。それにお父さんとお母さんは私に激甘で結婚式をプレゼントしてくれたんです。なるほど、娘さんには本当のことを隠してそう伝えていたのね。あ、本当のこと。そのご両親からいただいた挙式費用だけど、実際は全ておばあさんが全額出していたそうよ。あなたのご両親が孫の晴れ舞台だからって何度も頭を下げて頼み込んだみたい。え、お父さんとお母さんが。おばあさん、いつも私に話していたわ。代々大地主でお金に困らない生活だったせいで、何でも親に頼ればいいと思うバカ息子夫婦になってしまったって。そのせいで可愛い孫さえもお金と肩書きでしか人を判断できないバカな孫になってしまったって。私がバカ孫。うん、バカ孫っていつも呼んでいたわ。でも全くもってその通りね。見栄のために無駄に豪華な結婚式を挙げさせる両親に、自分は一応も出していないのに偉そうなバカ孫に新婦。ほんと、なんでこんな人が大事な弟の婚約者なのかしら。手のくせに私のことバカって言ったわね。はい、そうこうしているうちにスマホの操作が、堪能なおばあさんから連絡が来ました。結婚式は不快だから費用は払わないとご両親に告げたそうです。今は結婚式を中止にするかどうかで裏は大パニックだそうよ。おばあちゃんがどこにもいない。結婚式は大事な家族たちに披露するためのもの。それができないならする意味がないって言ってるわ。ちょっと待ってよ。それで当日中止ってありえないから、本当にあとちょっとで結婚式は始まるのよ。せめてご両親がちゃんと自分たちのお金で支払ってくれればね。でもおばあさんの話でしか聞いたことないけど、本当に貯金も何もないそうね。すぐに困ったら援助してくれて泣きついてくるんだとか。うちの両親ってそんなにダメ親だったの。おばあさんもよくため息をついていたわ。こんなろくでもない家族でも自分も年だし、何かあった時のために恩を売り続けるしかないって。同居は嫌、でもお金は欲しい。困った家族さんたちよね。で、介護士の中ではよく言われているわよ。じゃあ私はこの辺で失礼するわね。もう式は中止で中継も中止になるだろうし。ちょっと待ってよ。あの、結婚式を見に来ていいから結婚式中止だけはやめてちょうだい。おばあちゃんのこと説得してよ。ごめんなさいね。バカな中卒だから説得なんて難しくてできないわ。え、そういうわけで失礼します。後ほど分かったことですが、ミオちゃんのご両親が挙式費用の負担を言い出したのは弟に恩を売るためだったそうです。ご両親はずっとおばあさんの財産を狙っており、弁護士の婿が手に入れば好きにお金を使えるように協力してもらえるはずと考えていたんだとか。しかし結婚式は中止となり、その過程で弟も私が欠席した真相を知ることとなった今、姉をバカにする人と結婚できるかと、そのまま婚約破棄。そしておばあさんは、バカな家族より信頼できる人たちよねと、ミオちゃんやご両親への援助を全て打ち切りました。その後弟のタクトが後見人となってあげたおかげか、安心して老後を過ごせるわと嬉しそうに笑っていました。
最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画がスカッとした方は高評価ボタンを、それ以外の方は下のコメント欄でご意見をお聞かせください。チャンネル登録もよろしくお願いします。あなたの評価やコメントが今後の励みになります。また他にもあなたをスカッとさせられる動画がたくさんありますので、当チャンネル内の動画をぜひご覧になってくださいね。それでは次の動画でお会いしましょう。緑のネタ帳でした。